改めまして皆様こんにちは。えっと私日本オラクル株式会社でオラクルクラウドの製品マーケティングを担当しています清水と申します。私の方からですね、えっと今後のご案内とえっと本日ご提供するフリートライアルなどのご案内をさせていただければと思います。 では改めましてですね皆様は本日お忙しい中オ e ラクルディベロッパーデイズにご参加いただきましてありがとうございました昨日と今日の2日間でマイエスケールに始まりクラウド v m ヘリドンなどデータサイエンスも含めまして非常に多くのコンテンツをお届けさせていただきました本日の貴重講演の中でディベロッパーの皆様にそれぞれ好きな分野や使って便利になる分野からクラウドのテクノロジーに取り組むのでは良いのではないかというお話がありましたがこのイベントの中で皆様の「好き」が見つかれば嬉しく思います、はい 4日日日間でですすね火曜日から始めまままましして本日まで非常にに多くの方ごご参加いいたただきましたありがとうございますアンケートのご案内になりますが現在チャットの方でもご案内をしておりますがぜひアンケートにご協力いただきたいと思います。Zoom アプリケーション終了時にですねアンケートサイトのご案内が表示されますので続行していただきまして本日のイベントに関するご意見ご感想をお聞かせいただければと思います。 とまあ、このセッションが面白かっただとかもっとこういう話聞いてみたいといったような内容に関してのご意見もアンケートの方からお聞かせいただければと思いますこういった意見を踏まえますして、ね、今後のコンテンツのえっと企画にも反映させていきたいと思いますので皆様のニーズをぜひアンケートからお教えいただければと思います、はいえっと、本イベントにご参加いただきましたお客様限定で通常300ドルの無償トライアルを拡張した500ドルのトライアル環境をご用意しています 本イベントを申し込み時にご入力いただきましたメールアドレスにてご登録ください。こちらの URL は明日お送りしますメールにも記載がございますのでぜひこの機会にオラクルクラウド触ってみていただければと思います。またですね、オラクルではオラクルのテクノロジーだけに限定しない開発者向けコミュニティミートアップセミナーのオラクルコードナイトオンラインを開催しています。本日紹介した内容のミートアップセミナーの企画もございますのでぜひご参加いただければと思います。 と詳細はですね、とコンパスにてご案内をしております。と、はい、こちらのえっと QR コードからえっと開催情報と過去開催分のアーカイブ動画に関しましては YouTube にて公開をしておりますので、ぜひえっとスマートフォンでえっとこの QR コードを読み取っていただいてアクセスしていただければと思います。ちょっと少し待ちますね。皆さんかざしてえっとアクセスしてみてください。いいですかね。次行っちゃって。 最後のご案内をさせていいいたただきたいと思います先ほどのオラクルコードナイトオンラインはちょっと夜で開催しているセミナーになるんですけれども現在オラクルでは日中帯で開催しているウェビナーも行っています毎週水曜日と木曜日の2日間開催しておりまして水曜日はまずはここからをコンセプトにしたオラクルクラウドのご紹介とビジネス課題を解決したお客様事例などその時々の旬のビジネストピックをお届けしています。テクノロジーを活用して社会課題 社会課題解決に向けたデジタルトランスフォーメーションの取り組みをご紹介するセッションも毎月開催しておりますのでぜひデジタルトランスフォーメーション DX などご関心お持ちの方はぜひご参加いただければと思います。またですね木曜日はオラクルの提供するさまざまなクラウドサービスやソリューションのご紹介を行っています。 サービスを開始する際にですね押さえておきたいサービスの機能やユースケース技術情報など特定サービスやソリューションにご興味のあるお客様に有益な情報をまとめてお伝えするセッションとしていきたいと思っています。はい、と本日ご視聴いただきました皆様にはと来年の1月13日水曜日に開催いたしますオラクルクラウドインフラストラクチャーについての入門セミナーの「初めてのオラクルクラウドインフラストラクチャ」にぜひご参加いただきたいと思います。 このセミナーはですね毎月私の方で開催をしているんですけれども技術的な内容はあまり紹介はできないんですけれどもクラウド選定時に気になるコストだとかサービス内容事例を中心にご紹介をするセッションになっていますのでまだご参加いただけてないお客様は是非1月13日にオンラインでお会いしたいなと思っております。 この他にもウェビナー、たくさんございますので、画面右上の QR コードから最新の開催情報をご案内していますので、こちらも QR コードからアクセスいただいて、それではです、ね、以上をもちまして、12月17日よりですね2日間開催させていただきました、オラクルディベロッパーデイズは終了とさせていただきたいと思います。ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。 それでは皆様、少し早いですがハッピーホリデーありがとうございました。